もう見た感じの初々しさの若々しさがもう全然違うじゃん。なんか早そう、早そうだもん。ピチピチしてるよ。なんかなんならさっきまで体育の授業ありましたぐらい。本当ですね。もうこっちなんてもう不敬ですよね。ピンさん、 PTA、 PTA のピンさんの種目で、あ、違います、不敬参加種目の、不敬参加で。何がひどい。いやいや、あなたたち、あなたたち不敬です。今日の走り見てたら見て、この3人見て、 PTA 会長、 PTA 会長、 PTA 会長、 副会長が右腕をすね。よーい、遅い。さあどうだ、あ、どうだ、どうだ、どうだ、小坂が速い。おい、 PTA、 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 こっちだ、 PTA。 7秒台ですね、7秒91、10ポイント獲得。さあそして、ビリが斉藤9秒35、マイナス10ポイントで、5位が羽生、4位が平手。あれ6、5、4、なんだ、平手も PTA なのか。平手 PTA。 いやもうなんか、うん、今までの過程見てたら、うん、だんだん自信なくしてきました。あれ、うどうしたんすか、ペイさん。そんなボリューは見たくねえっすよ。全部倒してくださいよ。はい。ただ平仮名の中でも、はい、実は1人早いんじゃねえかって言われてるのは加藤なんでしょ。え、絶対嘘ですよ。お前さっき言ってたじゃねえか。加藤早いんですよ、ほっそり聞いてたら。早いよ。ただ斉藤京子は、あ、私なんでここにいるんですかね。平仮名欅だから。はーい、 いや、いいよ。どうだ、あ、お、森山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 が走るのをやった。加藤が速かった。マジでもう、いや、これ相当速い。そして奪い取れ、大玉取り対決。この競技はね、はい、漢字はものすごい気合い入ってます。お、何ですか。皆さんは安全第一で、はい、なんかサポーターみたいのガンガンつけたりしますけど。つけてるよね。森谷キャプテンは言いました、はい、私たちは動きやすさ重視で行こうっつって。つけないの？全然つけない。知らないぞ、怪我しても。そうだ、だって怖いな。そうです。なんていうの、年齢が PTA でしょ。どうかやっちゃうんだろうかって。そんな言ってない。そんな言ってない。そんな本気なんで。メンバー、はい、何か作戦とかありますか？秘密。内緒。内緒ですね。作戦はあるけど言えないと。うん、さあ対するひらがなは何か作戦ある？秘密です。秘密か。できればなんか言ってもらいたかったけどな、ね、うん、もうじゃあ聞くのやめようね。やめましょうね。風に乗ります。え、風に乗ります。風に乗る、風に乗る、やっぱりもう聞くのやめようね。聞いた、聞いたね。さあ行きますよ。位置についてよーい。あ、早い、行った。あ、うわ、大丈夫、誰あれ、大丈夫、加藤大丈夫、加藤顔面大丈夫。バカだ、弾き飛ばされたよ。こんな危険なゲームある？あ、早い、いった。うわ、大丈夫、大丈夫、痛いです。だよね。こっから見ても事故映像だよ。ババめちゃくちゃ弾き飛ばされた。一瞬気失ってきたよ。あ、大丈夫ね、大丈夫ね、いけるね。ということでこれ勝者ひらがな。え、でもさ、バンだ、なんかバンってきて、で、顔からガンってめっちゃ来る。それ反対側で加藤がなってんの。加藤がバン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 ってでしょ。え、なんかもうひらがなちゃんはこうやってたんですか、この頃。いや、なんかその前にボールを押そうとしたんですよ。そしたらボールが上に上がって、上がったんだ。で、あの漢字さんと、あってなりました。そうなんだ、そんなのあったんだ。ボールなくなった、あっ、あれ、あれ、あれ、どうも。漢字チーム、あの作戦は何かありますか。今ちょっと危なかったので、うん、安全に楽しむためにちょっと作戦は練りました。さすが PTA 会長。さすが。まずは全体の考えですね。まずは安全をというね。さあひらがなはどうですか。
安全重視で失神しないように頑張ります。そう、安全重視。 そうですね、そんな言うと1回戦目めちゃくちゃ危なかったかって。じゃあ参りましょうか。はい、行きましょう。位置についてよーい。あーっと、先にたどり着いたのは平川。こちらで寝てるのは PTA の皆さんでよろしいでしょうか。大丈夫ですか皆さん。大丈夫でしょうか。大丈夫ですか。PTA の皆さん大丈夫でしょうか。PTA で集まって草むしりしてるみたいな。ひらがな。ひらがな。いやー。なんかすごい倒れていくのが見えて。あ、おばさんたちが倒れていくの。あ、今いけるなっつって。あれ、私たち別に何もやってないけどみんな倒れてるけど。ということで、ひらがなにさらに30ポイント。